あいちゃんです。あいみんです。はい。バイチマイ。イエーイ。さあ今日はマックの新作食べてみたい。やっ。全然ないよね。そんなカップル。マクドの新作やね、ニコロ。さあ来た。嬉しい。やった。マックの新作ね、うん、いやマクドの新作やから見ました。東京に魂打ったんか。いやずっと東の方だから。私岩手もマクドやったやろ。マクドやったやろマクドナルド、うん、マクドやろ。マクドナルドねやったやろ。違うよ。違う。マックはなまんないって。マックじゃなかったね。マックよ。マック、まあマクドやな。マクドのねマクド企画結構ね、うん、やってまいりましたけれども、はい、新作系は意外とね初めてだったりするんじゃないでしょうか。久しぶりとか久しぶり以来じゃない。月見全種食べてみたみたいな。あ、やりましたね。やったやった。全然やってましたね。で今回は夏なのでね。そう、夏で、ハワイ。やべやばい。アゲ的な意味だ。やばハワイ来ちゃった。ハワイのそうシリーズ、ハワイシリーズが出たらしい。なんかハワイに行けるらしい。そうなんです。見て、しかも3色あるで。そう、多くない。まずチーズロコモコ、うん、絶対美味しいね。美味しいね。青いので、うん、あ、俺行こう。全然私も、はい、私も行きたい。でガーリックシュリンプ。あー、シュリンプだね。ガーリック担当なんでね。そしてざく切りポテト&ビーフ。美味しそう。美味しそう。え、これ、ね、美味しそうなのよ。あ、なんかハラペーニョソースなんだ。そう、ハラペーニョ。ハラペーニョ好きやんな。ハラペーニョ好きなんだよ、ね。じゃあニコロンかもな。だからね、正直この2つが食べたい。いや、ニコロンツーバーガーいっちゃうもんね。あ、そうだったね。そうだったよ。そうだった。確かね。なんかでもそのさ、ああいう説明文にさ、辛みが苦手な人はなんか、あ、そうだ、あれですみたいな。じゃあニコロンの子もこや。そうね。むずいって。難しいんだよな。難しい。だって色はな、ちょっと色で言ったらさ、なんも、うん、そうそうや、そうなるじゃん。美味しい、嬉しい。全然嬉しい。まあ全然いけんねんけど、ちょっと今日、うん、生放送が、いやそうじゃん。ちょっとやっぱ誰来るんだっけ。ちはるんに。ちはるん、大丈夫。ちょっとガーリックのちはるんって。ちはるんだけ。ちはるんとさやかちゃんがいる。あんまり多分ちはるんな気がするから。自分にもじゃあガーリック食べさせとく。事前にな。この間に。なるほど。ドラフトかな。ドラフトだな。ああ、そうね。ドラフトしよう。そうしましょう。え、この中から。こういうこともある。いやバーガーね。はい、行きましょうか。行ってみますか。ちょっと一回顔見ていい？出てたもんな。側から顔見れる。いや、そう。美味しそうなんよ。ハワイだよ。全員集合だってさ。かわいいね。じゃあハワイに集合したいな。集合したいよ。ハワイアンバーガーズ。あ、そういう。あ、そう。はいはい、見て。うわ、ガーリックシュリンプも美味しそうだよ。美味しそうやね。めっちゃ美味しそう。ざく切りポテト。ってかハッシュドポテトみたいな。多いね。濃くなってるよね。うん、そう。もう神に決めてほしいかも。決められない。じゃんけん負けますように。決めました。最初はグー。え、あ、せーの。せーの。ドラフト1位を決めて。せーの。かぶったらじゃん。え、決められた？ギリ。ギリね、うん、決めらんない。ほんまに決めらんない。2択とかでもない。わかる。2択にはなった。2択さすどういうこと。どうやって決めるんだ。2択さすとか。じゃあ、はいはい、1回ね。せーの。ちょっとやるし。おー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 、全部広がってた。すごいやん。すごくない。どういうことは。ミコイはどちらかというとどっちみたいな。どちらかというとどっち。おー、ハラペーニョが母の味だから。そうアイサ、これで迷ってるの。一つはハラペーニョなんだ。あー、なるほど。でも人気なんだよ。人気だね。じゃあ、あいた、ここはいただいていいってこと。まあ、そうなるかもしれない。でもここの結果次第か。そうだね。だから1位がこれなんだね。ドラフト1位が。そう。だって私さ、アイにそれ取ったら、もう私どっちでも。じゃあ私こっち行ったらいいってこと。そう。あ、そう。なんか。そうなる。そうなるしか。そうなるか。確かに。確かに。そうなる。これが平和か。ハラペーニョ。ハラペーニョ食べたいな。バトルせ。バトルだ。いいの、ハラペーニョじゃなくて。なんかね、思ったポテトじゃなかった。うん、あとビーフ重たいかもと思って。なるほどね。
じゃあこうしようかな、私も今の聞いてる、なんでそんな感じ今ご飯食べたなと思ってあ、そういうことね、ちょっと大阪さんちょっと影響されちゃって今のはい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 、そこでするわ、オッケー、じゃあ私も今日のフェイム行かせていただきます、ここまで10分まだ何も食べてないの、10分経ってちょっと待って、でも飲み物飲み物でしょ、早くチームワイ説明もらっていいっすか、いきますよ、グリーンハワイ、フィズ、フロート、トロピカルフルーツ、フィズ、フロート、マンゴー、パッションフルーツ、パイナップル、うん、マンゴー、パッションフルーツ、パイナップル、うん、どっちも一緒だね、色が違うだけです、なるほどね、そうなの、え、そうじゃない、だって入ってるの一緒じゃない、一応はドラフトしてみるか、せーの、あ、かぶった人気これ人気緑ね、まあまあ、私はあっちで色担当だからね、そうそうそう、ごらいな、ごらいな、これ曲げるから、中身え一緒だね、一緒なんだよな、緑にフロート乗ってるのは正直ずるいですよ、リームソーダみたいな、やめろそうだし、でもこの2つで言ったら、うん、実はこれ、これもえなんでこれは緑を白が乗ってるからええおぉーおぉー単品やとこっちのが魅力的おぉーなるほど、いや、わかるよ、なるほどね、ちょっとわかるこれ見てきたね、だって見て、これさ、こっちやっぱピンクくすんでるから強こっちやったら遅いこれえ遊ぶから遊ぶからほらほらほら周りくしりほらほら遊ぶからいいの本当にいいよ、ピズ大好きだし、あとね、普通にポテトとマックナゲットもありますのでね、もしかして朝のさ、うん、ライン盛り上がってたんこれ、うん、なんで2つともバーベキューなの、え、若いのに普通1個じゃない、うん、あれなんかにかけるとかない、ちゃうんちゃう、ないでしょ、で私だから2個あって2つともバーベキューって珍しいだと思った、そもそも2個入ってるのがおかしかったです、そうそう予想外の2個だった、いやー楽しいな、ハワイこっちにするって冷えてる、え、どう、うん、違う、チーズだ、なかなかありつけないチームワイ、やっとこさ、15分経って食べれそうです、それでは、いただきまーす、チーズ、チーズ、チーズ、うん、おー、トロピカルだね、めっちゃトロピカルだね、トロピカってる、フィズってなんでこんな、フィズって何、そもそもね、そうなの、なんか炭酸の何かやっていうことはわかるけど、炭酸のジュースじゃないの、そうだ、なんかじゃないよ、しね、な、かわいい、これも写真撮った方がええんじゃん、浮かれすぎか浮かれていこうよ、電車写真、夏の思い出しやばいな、おーすごい、いいね、茶色、これ何？ガーリック、え、なんかバンズがなんかすごいさ独特だね、なんだろうね、ほな、いただきます、いただきます、おぉハワイだね、ハワイでした、うん、確かにこれボリューミーだ、うん、お芋が、うん、お、うん、ソースとかがすごいそのハワイっぽい、うん、うん、うん、ガーリックもきつすぎないから、うん、あ、ピリ辛だ、辛くないね、でも辛くない、うん、辛い、うん、めっちゃ辛いって感じじゃない、うん、何でもいいんや、なんか胡椒ぐらい、うん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 、全然これやったらこの後仕事でも大丈夫、え、いいな、うん、そう、夏っぽい感じるね、感じてる、うん、スパイシーかつ、いろんなのつきそう、普通に鮮やかの、いいな、なんか、うん、うん、ハマるね、うん、うん、やあ早く行かなくちゃ、ハワイに何言ってんの、来てんのよもう私たちもうハワイだ、みんなに浮かれていい、お花まで用意したんだから一生懸命膨らまして行こう、今その30年前に行ったハワイそうね、そうなの、30年前に一度だけね行ったのよハワイ、記憶なんかない、うん、初めての海が私ハワイなんだから、うん、僕も大泣きしたわ、それは覚えてる、それは覚えてるよ、うん、あと写真にも残ってるの、うん、ギャン泣きしてる私が可愛いのにおばあちゃんに抱かれて、うん、バーバと行ったのね、そう、バーバとお母さんとお父さんと、あら、お腹の中には弟もいたわ、あ、そっか、ハワイ行きたいよ、ハワイ行きたいの、行ってみたい、ハワイ行ったら、何したらいいのかしら、何したらいいんやろ、パンケーキ食べたりするの
確かにね。確かに何するんやろ、うん、海に入るのか、海か、ビールか、なんか買い物もイメージあるよ、うん、アウトレット、ご飯か。なんで芸能人はさ、うん、車ってハワイじゃない、なんなんや、なんかあるよ、確か、あるのちゃんと、割と近いとかグアムじゃない、グアムだとさ、近すぎるよなるほど、そういうこと、一般の方もようおられるやん、うんうん、はい、そうやっても比較的さ、グアムよりハワイの方が、うん、ハードル高くて、うんうん、ちょっと分かるよ、うん、まあ、な、遠いけど、お値段もさ、行くのはちょっと高いし、うん、ね、そうだね、なんかありそうだよ、うん、チーム Y、 この期間中にどっちも食べるか、うん、その緑フィズ余ってる、もしかして、うん、余ってる、おのぎ、ちょっと味が違うかさ、食べてみてほしい、どっちもマンゴーの果肉入りですね、うんうん、味噌割っていいですね、うん、うんうん、あ、不思議なもんね、うん、違う気がする、うん、こんなかき氷みたいな、不思議なもんよ、え、なんで違う気がする、え、でも違ういそうだけどね、目つぶってさ、どうか黄色かっていう、もうインプットした、うん、はい、あ、飛ばす、はい、緑、正解、緑、正解、すごい、これ食べて帰らないとハワイはね、楽しんで帰れないからこれ有名なんですか、これミックスベリーパンケーキ風だから、パンケーキ食べに来た、これ食べとけばもうパンケーキ、ハワイの良さ全部味わえる、すごいパン入ってる、うまや、すごい、ルーリーもね、なんかほんまにそう、スポンジ入っててこんな味がするのでしょう、はい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 、美味しい、うん、スポンジもね、うん、あるからちょっとアイスケーキに近い感じ、あ、いいね、うんうん、でもスポンジがふわふわやからほんまにパンケーキって感じで、おこれはハワイだね、おすごいよ、ふわふわなんや、うん、硬い系パンケーキじゃなくて、おふわふわ、うん、ベリー、ベリーです、すごくベリー、うん、おいしい、食べました、早いですね、ハンバーガー大好きなんで、うん、やったー、バターなんたらみたいな、うんうんうん、バターチキンカレーみたいな、すごい増えたな、しね、結構さ、期間限定のやつ出てても、うん、やっぱスタンダードのソース食べちゃう、うん、美味しいもん、はい、うんうん、ハワイ来て行かなくてはならない、旅行がドーンと解禁されたらドーンといっぱいいろんなとこ行きたいな、うん、なるほどね、行ってる、うん、結構さ、家族旅行とかでさ、なんか海外とか行くときに、現地のマクドとか行くの結構、はい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 、楽しみにしてた。なんか、マックとか行っちゃうよね、海外。うんうん。違い結構ある？うん。値段から全然違う。うんうんうん。日本がすごい種類多い気がする。あ、いいな。うん。そうなんや、うん、それこそさ、グアムのさ、コピバーでグアム行った時に、うん、朝マックにスパムおにぎり出てきた、うん、スパム、うん、観光人、観光人観光客用なんかな、そう、そのね、うん、場所柄というか、日本人用とかから見て、バーガーじゃなくておにぎり、うん、そうそうな、スパムってなんであんな高いの、缶詰で700円ぐらいする、え、そんなする？うん、高っ、うん、スパムってさ、あんま買ったことないかも、うん、買う？その食べたくて買う、うん、
どうなるよ。多分好きだもんね。大好き。え、ハワイ好きやんじゃん。ハワイでスパム食べやじゃん。ああ、うん、本場のな、うん。夜食で食べるもん。スパム。マジで。うん、でも多いねんな。そうなんや。そうだよね。ブロックでこんなん缶詰やからさ、子供もわからんからさ、ミッキーにとりあえず焼くねんけど、こんなことかと一緒。なあ、うまいよね。美味しい。うん。私もスパム大好き。うん、沖縄料理屋さんだったら絶対頼んでまうもん。わかる。声優三姉妹。チーム Y というわけで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まだ食べてる。まだ残りしてます。美味しい、美味しい、美味しい。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった、うんうん、思った何倍もハワイを感じられた、うんうんうん、ソースとかがなんかそういうな、うん、ちょっと南国チックな感じがして、うん、本当ハワイアンだった。パッケージもないいね。いいのかな。ビスカスってビスカスいいね、うん、いや皆さんも気になったね、商品食べてみてください。美味しかった。うん、美味しかった。美味しいです。そう思いました。というわけで、この動画が良かったよと思ってくれた方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。